I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ジョジョの奇妙な冒険、アイズ・オブ・ヘブン。遊びたいモードを選びたまえ。よし、ここはストーリーモードじゃ。寂しくなるな。奇妙な冒険が始まるぞ。行きたまえ。オプションモード設定をするときというのは楽しんでやらなくちゃ。リモールティーヨス。重要なのは設定に対する君の好みだ。リモールティーヨス。君はどんな設定が好みなんだい？いつでも来てくれ。待ってるよ。奇妙な冒険が始まるぞ。よし、さあ旅に出かけるとしよう。うん。華僑院と。オープンザゲーム。そう簡単に落とさないわ。お前がハイエロファントフリー物陰に潜みたがる。てめえ本物の華僑院なのか。しかし今言い合っても戻さなくては。さっまだ致命傷じゃない。戻さなくては。行きますよ。よかれよ。
負けて止まるか。ソルフッオラ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 グッ戻せなくてはムーさてよ。わしはこの道のことではない。オラオラオラ音を探知して攻撃してくる。聞こえるぞ。位置は分かった。ムー少し食らいすぎたのよ。食らいすぎたようだ。ここまでか。わしの出番じゃな。アーミットパーフェル。オーマイガー。やれやれ。なんてな。今じゃ。オラ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 。あなたの分まで戦う。食えないジジイだぞ。にっひっひっひ。そうくらっしゅう。やりやがったな。てめえ。エメラルドスプラッシュ。しかけよ。ハイエロマンとの結界。そう簡単に。ハイエロマンとの結界。うわ。トラメッチャーパーフェル。ふっ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 ふ。近寄っちまえば問題は何もねえぜ。やはり強いな。だがあのお方のために捧げると誓った我が身、今はまだ果てるわけにはいかん。この場は一時引かせてもらうぞ。さらばだ、ジョースターども。くそ、逃げられた。いや、華教員は捕まえたぜ。ンドゥールのことは後回しだ。華教員をハーミットパープルで調べてみよう。待ちな。また新しいのが出てきやがった。誰だてめえは。おめえはさっき空港で会った。ジョセフのじいさんよ。俺はあんたの力じゃどうにもならねえ。俺に任せてもらおうか。この聖なる遺体の力でよ、あんたらの仲間を元に戻す。なんじゃと？聖なる遺体。ここは丈太郎。それに
ジョースターさん、ポルナレフ。華教員、正気に戻ったのか。そうだ、ディオの能力見破ったんです、奴の能力を。落ち着くんじゃ、華教員。ディオとの戦いはもう終わっておる。あんた何者じゃ、なぜわしの名を知っておる。今華教員に何をしたんじゃ、一体何が起きてるんじゃ。待て、待ちな、あんたも落ち着けって。ああ、自己紹介が遅れちまったな。俺の名はロバート・ E.O. スピードワゴン。あんたたちに頼みがあってここまで来た。スピードワゴンだと。そりゃスピードワゴン財団の創設者の名前だろうが。わかったぞ、てめえ新手のたがりだな。オーマイガーッ。いや違うぞ、ポルナレフ。なんてこった、思い出したわい。確かにあんたは昔見たスピードワゴンの若い頃の写真と同じ顔じゃ。俺の顔を知ってるのか。なら話が早くて助かるぜ。こいつは聖なる遺体と呼ばれてるものだ。聖なる遺体？わかりやすく言えば大昔に死んだ偉い人のミイラってことだよ。俺はこの聖なる遺体に導かれて様々な時代を渡り歩いてきた。今世界にはとんでもねえほど巨大な危機が迫っていて、その影響で異変がそこら中で発生してる。そこの華教員ってあんちゃんみたいにな。つまり本来死んだはずの華教員やアブドゥルたちが異変のせいで蘇ったというのか。構いません、ジョースターさん。僕の記憶はリオの攻撃を食らってタンクに叩きつけられた後、途絶えてしまっている。それがなぜジョースターさんたちを襲ったのか、僕も本当のことを知りたい。華教員、お前さっきあのお方とか言っていたが、そいつは何者なんだ。それがスピードワゴンの言う危機ってやつなのか。わからない、何も覚えていない。それであんたの頼みとは。担当直入に言う、聖なる遺体を集めるのに協力してくれ。聖なる遺体は全部で9個の部位が存在する。遺体には不思議なパワーがあるが、あと8個集めると1人分の遺体となって真のパワーを発揮するんだ。
そうすれば全ての異変を鎮め危機を撃退できるはずだ。多分多分実は俺にもよくわからねえんだ。遺体を持つようになってから耳元でささやく声が聞こえるようになってよ、その声に導かれて俺はここまで来たんだぜ。おいおいおい、こいつ大丈夫かよ。まあ待て、一通り聞こうじゃないか。俺が元いた時代はよ、異変のせいでめちゃくちゃになっちまったけど、俺だけじゃ何もできねえ。この聖なる遺体はあんたたちと出会うように俺をここまで導いた。つまりあんたたちはこの世界に訪れつつある危機に対抗する力を持ってるってことなんだ。多分あの女突拍子もねえって思うだろうがよ、頼む、俺と一緒に来て戦ってくれ。シュールよの。散々奇妙な冒険をしてきたつもりだったが、今度のはまた一段とおかしな話やわい。みんなどう思う？やれやれ、とんでもなくイカれた話だな。俺はあの男の言うことが全く理解できねえし信用できねえ。しかしよ、下級員を戻してくれたことは確かなんだよな。僕は信じます。もちろん信じざるを得ません。アブドゥルやイギ、ウンドゥールたちが襲ってきたのも紛れもない事実。よし、いいじゃろ、スピードワゴンのじいさん。というのも変じゃな。ああ、スピードワゴン、わしらはあんたに協力することに決めたぞ。ありがてえ、助かるぜ。ん？何じゃ？これは聖なる遺体が共鳴してるんだ。近くにもう一つ聖なる遺体があるぞ。何？やはりこの近くに遺体があるみてえだ。手分けして探してくれ。
その遺体はあんたを選んだんだ。なくさねえようにしっかり持ってなよ。これは何じゃ。まるで光でできたひびというか隙間のような。この光のひびは聖なる遺体が生み出す現象だ。光のひびの中に入れば別の時代へ移動することができるんだ。よし、それじゃあ行くぜ。俺についてきな。なんじゃプルナレフ、何を笑っておる。いや、アブドゥルとイギーが戻ってくるかもしれねえ。そう思ったら嬉しくなってよ。それにまたみんなと旅ができるなんて思ってなかったし。僕もです。ああ、そうだな。やれやれだぜ。遊びたいモードを選びたまえ。 Hope you all enjoyed the video. Please like, share, and subscribe.